追生が日本時間の間もなく午後11時ごろをお伝えします。の北村さゆみです、広島はね、台風9号なんですよ。みんなの街は大丈夫ですか？ねえ、どうでしょうか？ねえ、ついちょっと前にさ、県北でほら、すごいゲリラ豪雨の被害があったんで、ちょっとなんか台風とか聞くとすごい怖いんですけど、この後ね、ちょっとね、本当にここに引っ張り出していいのかどうかわかんないんですけど、はい、ある人に電話つなぐんですよね。ねえ、台風の最新情報、はい、なんでさ、台風の最新情報、ちょっと今広島ではそんな降ってないよね。ね、そうですね、あんまり降ってないんですけども、うん、ね、質問ももらってるんですよ、はい、それがなんでかわかんないんですけど、これがすごいとこだね、インストリームのね、名古屋かどっかから、うん、愛知か、愛知県からね、明日学校なんですけど大丈夫ですかって広島に質問来ましてですね、広島に来たのだそうですね、広島に来たんで、それもちょっと答えなきゃいけないんで、はい、この後ですね、その何台風事情通の方に、はい、事情通ですね、電話つないで最新情報をお届けしたいと思いますので、はい、皆さんしっかりと聞いといていただきたいと思います。本当に今もう92人の方がご覧になっていただきまして、どうもありがとうございます。ソーシャルストリームから書き込んでいただきますと、これがですね、ツイッターに反映されて布教活動になりますのでですね、皆さんどんどん書き込んでいただきたいと思います。お願いします。何を書き込んでいいかわからない人はですね、洗い流したいこと今日思いついたんですけど、洗い流したいことを書き込んでいただきたいと思います。まあ、過去とかね、いろいろありますよね、洗い流したいことね。ありますね。ありますね、本当にね、猫の毛とかね、いろいろありますよ。そういうのをですね、書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。また後ほど皆さんのこの書いた内容はですね、猫の毛猫の毛洗い流したい時あるでしょ、あれついて取れなくて、あのね、足の周りとかね、めっちゃつきますよね。あるでしょそれね。あと何喋らなきゃいけなかったですから、そうそう、今日ねオフ会の重大発表やりますんで、そうそうそう、さゆみさんセクシーというのが早くも来ておりますが、ありがとうございます。オフ会の重大発表、具体的な発表もやりますんで、お聞き逃しのないようにしていただきたいと思います。はい。9月の18日の土曜日でございます。オフ会の日時は決定しておりますんで、ビンゴ府中は大丈夫、蒸し暑すぎると来てますね。ビンゴ府中ってのは府中市のことですよね。府中市ですよね。はい、雨降ってないんですかね、ということはね。でも今日、私来る時超突風が吹いて、傘がバキって言いましたけど、うん、あら、そう、それぐらいでしたね、雨もひどくなくてね。あの人って TS のあの予報士さんかななんかいろいろ出てきてますね。日記42さんからいただきました。さあ、一体誰なんでしょうか。誰でしょうかね、ほんといろいろ私たちコネクションありますからね。はい、ほんと出ていいのこれ、怒られたりしないよね、後でノリノリだったということで。ノリノリで引き受けてくれたの。ええ、ギャラは言っとくけど、あれですよ、なんですよ、宝くじですからね宝くじで決まりました。一体どうなるんでしょうか、お付き合いいただきたいと思います。ついつい生出し広島ラジオ、この番組はユーストリームをプラットフォームに、広島市中区からツイッと世界へ配信します。さあ、そういうわけでございまして、あれよあれよという間に9月になってきてですね、早いですね、1年が過ぎていくのは ね、言ってみればあれですよ、この番組6月に立ち上がったんですよね。6月に立ち上がったんで、うん、もうほぼワンクールが来てですね、10月改編で今なんていうんですか、なくなるかどうかの瀬戸際ですよ。9月いっぱいで番組が打ち切られるかもしれないこの打ち切りかどうかを決めるのは、ここにいるスタッフの多数決で決まる少ない人数だなこれまたでもね、ちょっとね、いろいろね、自分でもね、何のためにこの番組やったのかなとかですね、真面目なことを言うんですけど、いろいろちょっと考えましたよ、この1週間。というのも、ついなまの常設スタジオができるんですよね、はい、とあるクライアントとコラボレーションしてね。ね、はい、で、一体私たちはこれからどこに向かっていこうとしているのかですね。進む場所がね。今まで浮き草のような生活をしてたのに、なんかこれ常設スタジオ、結構いいの作ってもらえるんですよね。
ということでですね、これからどんな番組にしていこうかといろいろ考えたんですけど、やっぱり原点に戻ってですね、はい、この番組をやろうと思ったきっかけは、うん、みんながいろいろなことをするのに、みんなでいろいろ情報交換をして、何か一つのことがこうみんな影響し合ってですね、まあ、コラボレーションというと月並みな言葉ですけど、そこまでうまくいかないと思うんですけど、みんながいろいろこうね、考えてることとかやりたいことがいろいろこう影響し合いながら、アドバイスし合いながらできればいいなと思って、こういう番組にしたわけですから、世界ともつながりながらね、いろいろやっていけたらいいと思うんで、みんなやろう。みんなそういう気持ちでやっていこうね。いい、はい、いい子分かった、いい子分かった、分かったらその、今パソコンの画面の前で、右手上げてください。はーい、はーい。いいですね。広島は台風でございまして、最新の台風情報をねここで、早速ですか。いきなりでいいんですかね。いいですか、もう電話つないでいいんですか。電話つなぎましょう。お昼過ぎからちょっと雨降ったりしましたけどね、雨もね、そこまで降ってないんですよ。そうなんですね。え、さっき、吉住さんもいい人ですけどね。さあ、今電話かけております、はい、台風最新情報でございますんで、ちゃんと今、100人超えたんで、パッて1回ブラックアウトありましたね。あ、そうですか。お呼び出し中です。本当は怖い。もしもし。どうも、まあ、一文字と申します。もうあの、名前言っていいんすか。あ、別にいいですよ。いいんすか。はい、大丈夫です。あの、畑さん。はい、そうです。あ、どうも、いつも見てます、テレビ。よろしくお願いします。ニュースとかね。うん、あと、満タンママですか。満タンなんですか。満点ママですよ、見てます、はい、今日すいません。いや、とんでもないです。ね、本当に畑さん怒られません？いや、別にいいでしょ。いいですか？あの、じゃあさっき気になる台風の最新情報なんですけど。もう喋って大丈夫ですか？はい。今台風なんですけども、松江市の北、まあ、大体80キロのところにありまして、今の時間がですね、広島県に今最も近づいている時間かなというような感じです。はい。ただですね、雨のピークはちょっと過ぎてます。で、まとまった雨雲はもうちょっと抜けたんですけども、広島県から。はい、ただちょっと一部、ちょうど、まあ、7月にちょっと大雨災害があった、まあ、庄原の北のあたりと、にちょっと今強い雨雲がかかっているのと、東広島から呉を結ぶラインにですね、ちょっとまあ今雨雲があるんですが、うん、これもですね、弱まりながら東にまあ移動するといったような感じですね。わあ、もう風に関しても、まあ、ほど、地元で言われているほど吹いてなくてですね、まあ、ちょっとやや強まっているところがあると、な感じでしょうか。そんなにじゃあ被害とかなさそうですね。そうですね、まあ、これは昨日から、まあ、TSS では、TSS って言ってたな、呼びかけてはいるんですけども、まあ先月の半ばに来ました台風4号と、まあ、コースや台風の規模もほぼ同じで、それと同じぐらいの程度なのかなと。一応台風ですから、まあ、絶対安全だよとは言えないんですけども、立場上も、まあ、ただきちんとですね、事前に備えさえしておけば、特に神経質になるような台風ではないと思って。なるほど。羽田さん、明日我慢していただければ大丈夫かと思います。明日学校行くときに警報とか出てると、なんか学校が何ですかね、登校しないでいいとかっていうのがあったりするんですけど、もうこの後ですね、警報が出るようなことはもうまずないでしょう。あ、そうですか。で、南西部など早いところではもう明日の朝にはもう日差しが時々もう出てるような状況じゃないかと思います。あらららら、じゃあ割と早く回復する感じですね。そうですね、まあ、大体日本に近づくと台風っていうのはちょっとスピードが上がりますので、いわゆる一般的な予想よりは若干早く過ぎることが多いのかなと。もうね、僕こうやって畑さん喋れて光栄ですよ。なんか本当に今自分がお天気キャスターの人と喋ってるっていうのが、まさか、本当に嬉しいです。ありがとうございます。何をしたかしら。ありがとうございます。こちらこそ番組のために喋っていただきましたね。あとね、愛知県に住んでる人から、そうなんですよ、なんか質問をいただいてる。明日学校があるんだけど大丈夫ですかっていう。はい、
ちょっとね、私ね、広島で、ね、まあ、予報やってる人間が愛知の予報してもいいのかどうかってちょっとあるんですけども、まあ、台風この後ですね、明日のまあお昼前後に、まあ、北陸地方に上陸した後、まあ、関東地方に明日の夜ぐらいに抜けるとは思うんですが、はい、まあ、台風に向けて湿った空気がちょっと入るので、まあ、明日は日中ちょっと一時的にやや強い雨が降るっていう恐れはちょっとあるんですよ、愛知の方では。はい、ただ、まあ、警報が出たりとかですね、まあ、災害が起こるような雨っていうのはちょっと考えなくてもいいのかなと言ってるんですが、まあ、これに関しましてはちょっと地元の気象台の予報をそりゃそうですわね。ちょっと逃げさせてもらいたいなと。羽田さんはどうして気象予報士になろうと思われたんですか？いや、それがですね、よくまあ聞かれるんですけども、実は小さい頃から天気予報大好きだったんですよ。天気図が？もう天気図とか天気予報とか見るのが大好きで。ヤンボーマーボーの頃からですか？そうですね。で、まあ、空見てればもう毎日同じ空ってありえないじゃないですか。雲が変わって。ロマンチストですね。なんでかっていうところから、まあ、天気予報を見るようになって、まあ、今はね、インターネットとかそういうのでも天気調べられたりとかするんですけども、まあ、昔ね、天気予報を調べるには僕らの子供の頃は、まあ、新聞かテレビか、あと電話の177しかなかったじゃないですか。はい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 。で、177の電話を聞くのが大好きなんですよ。うわ、すごいマニアック。私よく天気予報聞こうと思って時報聞きましたけどね。間違えてね、やってました。懐かしい。もうそういうのがなんかでも過去の遺物みたいな話になってきましたね。今177で聞かれる方はあんまいないと思うんですけど、でも今天気当てるの難しいんじゃないですか？難しいですね。昔に比べてはちょっと、まあね、かなり厳しいというか、ひどい現象が起こったりとかっていうのがあるので、予報は確かに難しいですね。ねえ、なんか羽田さんがなんかこう、メルマガとかやって、その天気予報が毎日来るとか、そういうのはないんですか？TSS のです。また TSS。なんかメルマガの会員があるんですよ。あ、そうなんですか。で、それに登録してもらえれば、メルマガで毎日情報出してますし、まあ、TSS のホームページのトップページ、天気予報のトップページ見ていただければ、まあ、TSS 天気予報っていうのを検索してもらえればですね、パソコンや携帯電話で、外気独自予報をですね、出してますんで。わかりました。はい。で、それを見ていただければ。そうですか。今日も台風情報なんで、まあ、一応あまり大きな被害は出ないと思ったり、何回か臨時で情報出したりとかしてますので。あとはね、みんなも気になられてる方は、まあ、Twitter 見られてる方も多いかと思うんです。はいはい。非公式でちょっと実験的に個人でどういう今後、まあ、将来つなげられるかなっていうのをちょっと人権的にちょっとあんま内緒でちょっとやってるんで。それもまあ見てもらえれば。面白い。羽田さん、今度一回ちょっとここ来てくださいよ、スタジオにね。ね、ぜひ呼んでください。本当お願いしますよ。やっぱり私喋り倒しますんで。今日はありがとうございました。そうです。まあ、あと1、2時間皆さん念のため気をつけてください。はい、わかりました。ありがとうございます。呼んでください。はい。あ、みんな質問たくさん来てる。そうなんですよ。すごい質問が一気に来てたんですけど。あ、そうなの。ごめん、ちょっとね、聞いたらいいのかどうなのかがちょっとやっぱりちょっと、ね、関係もありますので。天気予報士になって給料上がりましたとか聞けるかお前。本当さ、明日の神宮は大丈夫なのとか、そんな、娘が広島から羽田行くんだけど大丈夫か飛行機とかですね、いろいろあったんですけど、これはですね、各自でちょっとネットで、ね、そうね、調べていただかないと。ごめん、ちょっと一文字がね、羽田さんのパワーに負けたね、今ね、突っ込めなかったね、羽田さんね、ちょっと強敵だったね。そうだったね。面白いね。でもさ、今羽田さんも言ってたけど、空見るのが好きな人ってやっぱそういう風に好きなんだね、ずっとね。私はね、もう正直に告白しますけどね、これ不謹慎だと思うんですけど、羽田さんに怒られると思うんですけどね、台風の夜って燃えるっすよね。台風来たーってなるんですか。もうね、小学校あれいつだったですかね、三原小学校の時からね、台風で早く学校帰る時あったでしょ。ああ、ありましたね。あの時もから燃えてましたね。
なんでかわからないですけど、それ以来台風の夜って思いますね。二つに分かれますよね。え、そうなの？燃えるタイプと嘘つけ、外から本当に私外に出たくない方です。私あの19号が誕生日だったんですよ、しかも学校から帰るときにすっげえ告白ですね今ね。学校から帰るときに、あのちょうどおはよう元気に挨拶だとかあるじゃないですか、あれが自分の真後ろで真っ二つに破れたんですよ。バリ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 って、で、うちの家2日間ぐらい電気も水道も止まった。あの19号の時はひどかったよね。そうです、そうです。シャレにならないぐらいね。だから台風が来たら怖くて怖くて、まあ俺も別に台風だから外出るって言うじゃないですけど見に行こうって言うわけじゃない。何かね、精神的に高揚するものがあるんですよ、台風の夜って。今日もだからちょっとね、自分でもちょっとやばいなと思って。え、危ないですか？ちょっとね、燃えるものがあるんです。なんか台風のあの台風の風に吹かれると、なんかちょっとこう行っとけみたいな。どこに行くんですか？ちょっと行っとくかみたいな。行かないでくださいね、そんな気になるんですけど、まあ本当ね、はい、今日は広島はちょっと天気悪かったですけど、神宮は晴れてたりしてですね、日本ってやっぱ広いなと思ったんですけど、その神宮でまたカープが負けてですね。そうです、逆転も。やれやれですよ、なんで負けるかね。いえ。なんでしょう。なんかね、正直に言っていいかね、これもね、自分の中ではね、とっても信頼感のないピッチャーがね、よく起用されたりするときにね、なんか自分は今カープと違う方向に進んでるなって思うんですけどね。なんとなくね、分かってもらえる？分かってもらえる？なんかそういうのがいろいろあるんですけど。ここでこうみたいな。そう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 。でも私はもう何度も言ってますけど、カープとは切っても切れない縁がありますから、うん、俺も広島県民ほとんどそうだと思うんですけども、これからもカープを応援していきたいと思うんですけども、そういうわけでちょっとカープを応援するバンドを紹介したいと思います。まずは一曲聴いていただきましょう。レッドヘルアーミーというバンドでございまして、風船と書いて風船。We'll be right back.
したのは風船でございまして、レッドヘルアーミーというバンドでございまして、まあちょっと歌詞が古風なのに、はい、ハードロックみたいなね、うん、そんな感じでございまして、なかなかあのいい感じっていう書き込みもありましたけども、うん、電話つながさせてもらいました、レッドヘルアーミーのメンバー翔ちゃん、はじめましてでございます。翔ちゃんはじめまして。ああどうしてどうもどうも。あどうもどうもすごいテンションが素敵ね。レッドヘルアーミーってどんなバンドなんですか？レッドヘルアーミーはですね、広島で活動する、カープを応援するロックバンドですね。おうおうおう、はい。4人メンバーは？メンバー4人です。どんなメンバーですか？どんなメンバー、いやもう、一言で言うとアホです。今 みんなと一緒？あ、そうなんです。ですね、うん、あの一人ちょっと病欠なんですけども。あ、そうなんですか？今、残りメンバーはあと2人います。あ、そうですか。で、はい、結成してどのくらいなんですか？結成自体はですね、1年、2年経ってない、1年8ヶ月ぐらいですかね。あ、そうですか。で、あのレッドヘルアーミーということですから赤ヘルじゃん。そうですそうです。今の言い方ちょっと拾ってねじゃんみたいでしたけど、はい、ということはみんなカープファンで、はい、でそういう今日紹介した風船みたいな感じでなんかカープを応援していく歌を歌っていこうみたいな感じ。ですね、あの元々はそういうバンドじゃなかったんですけど、うんうんうん、実は、うん、ここ最近というか、うん、のそういう曲が1曲できたんですよ。うん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 、カープを応援する曲が1曲できて、うん、作ろうと思って作ったんですけど、うん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 、それはちょっといいなと思って。あ、いいかもいいかも。そうですそうです、ね、ちょっとこのままちょっと作ってみたらいいんじゃないのかなっていう感じで、そうそう、ちょっとこう何曲も何曲も今作ってきてるんですけど。俺ほんとね、じゃあ翔ちゃんお願い、もう作ってほしい曲があって。はい、走れ高橋とあと帰ってきた黒田。おー、いいですね。お、モチーフにしたなんかね。あー、もう先に手を打って、もう海を渡った男がちょっとなんか帰ってきたみたいな、なんかそういう曲とか作ってもらって、なんかほんとみんなでちょっとカープのなんていうの、応援歌ができたらいいね、うん、あー、いいですね。今までと違うパターンでね。翔ちゃんはどんなアーティストに何ていうんですか、影響されて音楽やりだしたんですか？音楽はですね、まあまあもともとバンドする前は、ビジュアル系みたいなのがすごい好きで、そうなんですか。実はいろいろ聞いてたんですけども。そうなの。面白い。じゃあ化粧するのも好きだったりする？どうですか？あ、個人的に好きですよ。個人的にって。そうか。でもなんかあれですね、秀樹とゴイチもそうだし、カープを応援する歌をみんなでなんか作って一つのアルバムとかってなんかチョイスしてできたらいいですね。あ、それは本当にしたいですね。コンビネーションじゃないですけども、ねえ、そしたら、ぜひぜひ。そしたらね、ずっと広島でその曲を盛り上げていって、そうそう、あの、はい、トランペットでやる曲はスタジアムでやったりするけども、うん、なんかこうみんながカープの思いを一つにできるような曲とかができると本当にいいね。いや本当最高ですね。そこちょっと狙っていってるとこなんですけども、探しながら。分かった、俺らも狙うんでみんなで狙おう、うん、ぜひ狙いましょう。やりましょう。本当にそれはぜひ本当にね、やりましょう。またじゃあぜひいい曲できたら教えてください。あ、はい、わかりました。ありがとうございます。あ、バンドのホームページもついなものブログからリンクしておきますんで、今聞いてる人はレッドヘルアーミーでございます。ちょっとチェックしていただきたいと思います。はい、そうですね、レッドヘルアーミーのヘルは L が1個です。あ、そうなんだ。やれるんですけどもね、わかりました。はい、ありがとうございます。なんか途中バッサリ切れちゃった。バッサリ切れましたが、バサってなっちゃいました。でもほんと黒田帰ってきたらすごいね。ねえ、でも帰ってきてほしいですね。いろいろ噂はされてますけどね、うん、でもそれが全ての補強にしてほしくないね。うん、もっと黒田一人帰っただけではダメだと思うんで、本当にちょっと強いカープをなんとかしてほしいなと思うし、ね、どうみんなでさ、そうやってカープのなんか応援歌みたいなの
なんかしたらだよねの広島版みたいに一文字さんが歌詞を作って印税生活って書いてあるんです。ありがとうございます。全然印税生活じゃないですけど、あの本当ね、あ歌詞書かせてほしいな。なんかそういう ね、 ね、 いいですよね。ちょっと考えたのいろいろ俺も、カープ坊や絡みで、カープ坊やが成長していく歌っていうのどうですか。カープ坊やがこう大人になっていくんですか。カープ坊やが大人になるような、なんかそういうのをね、うん、曲にもしてもらいたいなと思います。みんなちょっと一枚アルバム作ろうよ、カープを応援するような ね、 ね、そうですね、それいいんじゃないですか。一、うん、曲聴きますか、新曲を。はい、秀樹と小市で聴いてみましょう。秀樹とゴイチでいつか僕らも縁側で。いつも父ちゃんとおじちゃんが縁側座って話しょった。あの夏の泣いたは面白うてやれんかった。強いカープがそこにおったけん、こまいこう食べてファンファンやらとか給与ってデートの最後は市民球場。初めて行ったデーゲームは空がぶち青いね、見上げとったらそこに飛び込んできた前田の水谷が水沼も道原も三村も時代が変わっても変わらんもんがある。あの時のヒーローは今も江夏が来たデップが着るがさがつだが小早川も達川も吉彦も時代が変わっても変わらん。コーチが余計ホームラン打った夏。初めて行ったデーゲームは空がぶち青いで、見上げとった北尾形のホームラン。江戸が大野が川口が翔太が野村も山内も木ぶたくも新名球場になって監督が変わってもみんな誰かのヒーローのまま。赤松が天谷が栗原がそよぎが話をしたい。いやいや、あのあれじゃないですか、なんかこの世代の人にはたまらない選手の名前がいっぱい出てきたりして ね、 ね、まあでもあれよ、本当はあれだよね、そんな昔を懐かしんでちゃいけないけど、こういう風に歌われるとなんか昔が蘇ってくるから、また不思議なもんでございまして、野球っていうのが本当に身近なところにあるんだなというのを思いますね。サッカーもね、バレーもね、ほら広島って幸せよ、全部ありますから ね、 ね、昔さ三村さんが生きてらっしゃった時に番組に来てくれていろいろ話聞いたんですけど、江夏の21球を作ったのは私だっていう話があって、
えなつの29ってあれですよね、カープが日本シリーズで近鉄と戦った時のノーアウトフルベースで、えなつの21球が語り癖になるんですけども、あの時のサードが三村さんだったんですよ。で誰かね、選手の名前ちょっとごめんなさい、もう曖昧な記憶で覚えてないんですけど、サードゴロ打ったんですよ。最初サードその時には衣笠さんが守ってたんですよ、でももう終盤だったんで衣笠さんがファーストに行ってサードに三村さんが守ってらっしゃって、誰かがインコースの球をサードゴロっぽいのを打ったんですよ。で三村さんがおっしゃるには衣笠だったらジャンプして取ってたと、ほう取ってたと、そしたら一塁セーフになってカープは負けてたんじゃないのかと。三村さんはジャンプしても届かなかったんですよ、ボール。そしたらファールになった、ファールになったんだ、っていう話をされて、本当野球っていうのは一球一球ね、その三村さんももういらっしゃらないっていうのがちょっと寂しい感じがしますけども ね、全国の皆さん分かりますか、広島がどれだけカープで盛り上がって私たちがどれだけ悲しい思いをしてるか。そうですよ本当に。でもさ、こういうこと言ったらなんですけど、横浜ファンもよく頑張ってるよ、うん、最下位横浜だよ。そうなんですよ、もうありえないよ、こんなに負けてるカープの下に横浜がいるっていうのは。ちょっと横浜の皆さんも一緒に手組んで応援していきましょうね上がりましょう、頑張って上がりましょうね、本当にね、行きましょう、さあそういうわけでございまして、はい、重大発表の日がやってまいりました。オフ会重大発表ただいま118人の方が聞いていただいておりまして、どうもありがとうございます。シノキャンディさん、今日が誕生日だそうでございます。おめでとうございます。誕生日のシノキャンディさんには、おめでとうの言葉を送りますなんか送ってあげろよ本当にね、ということで、今117人の方が視聴してくださってますけども、まあ、別に何人何人って競うわけじゃないんで、オフ会も別にたくさん集めようという気持ちは正直言いましてあんまありません、ただなんかみんなでちょっと集まって、まあ、交流を深めるとまたこの番組の方にですね反映されるんじゃないかと思って、オフ会をやらさせていただきます。オフ会という方でいいですかね。いいです、いいですか。いいです、ね、お深いということ。さゆちゃんも来てくれるんですか。私バッチリもう休みました。 ありがとうございます。もう今日その日は無理です。あ、そうですか、ありがとうございます。今日なんか村元がセクシー、今日ね、なんか後で見てびっくりしましたで、皆さんメモしてください。9月の18日にやります。はい、時間は来週発表します。でも午後です、午後です、大体午後です。アトムに乗ります。いいですか、アトムに乗ります。行く先はまだ告げません。アトムの本通り駅に乗りますね。アトムの本通り駅を午後に出発します。行く先は随時一文字がツイッターで指令します。あ、でも切符買わないといけないね。じゃあ本通り駅で切符買う前の時間に発表します。どこまで買いなさいっていうのね。アトムに乗ります。で、ずっと前回からアトムに乗ったらほら携帯を使っていいものかというのがありましたけども、スタッフがですね調べました。一般の客を装ってバレるじゃんってそう、みんな言っとくよ、アトムには許可取ってないんで、みんな言っとくよ、みんなのお手本になるような行動を取ってね。ほら、そうそうそう、小学校の頃からよく言われたでしょ。ついなま T シャツ着ていくわけですから、うん、T シャツ着ている人はもう世間の鏡だって言われるような行動をしてよ。いいいい、わかる、みんなのお手本よ。ゴミがあったらすぐ拾う、はい、わかるわかる、はい、わかる、困ってる人がいたらすぐ助ける、はいわかりました。 T シャツを着て皆さん参加してください。9月の18日の土曜日、本通り駅にだから必然的に集合ということになります。アトムの本通り駅ですよ、路面電車じゃありませんよ。いいですかいいですか、切符買わなくていいですから ね電車だったら、ね、でアトムの本通り駅を出発して喋、っちゃいけませんよみんな。いいですね、ここ守ってください。ついなま T シャツ着ている人は目的地に行くまで喋ることができません。で、アトムの中で、携帯電話を使ってはいけない車両があります。よく覚えておいてください。一番前と一番後ろの車両です。ということは必然的に皆さんは2両目から、一番後ろから2両目までのどっかに乗るわけです。この乗る車両も一文字が指示しますね。っていうことは同じ車両にみんなが集まるってことです。そうです。あの T シャツで、あの T シャツを着て、しかも喋れないんですか。喋ったらダメ、喋った人は退場です。目線だけ、はい、喋った人は筋肉マンが出てきて退場させられますどんな
喋らずにツイッターだけ見てください。いいですね。でこれはだから一番前と一番後ろの車両以外は、携帯電話で喋っちゃいけないですよ。電話しちゃいけないんですけども、メールチェックしても OK なんで、ツイッターをチェックしても OK ということを、はい、教えてもらいましたんで大丈夫でございます。皆さん堂々とというか、まあ、あの人の迷惑にならないように、ね、ツイッターを見ていただきたいと思います。で、まあ、この9月の18あたりはですね、言ってみればあれですよ、一番賑やかな時ですよ。連休の土曜日ですからね、ね、敬老の日が月曜日でしょ。そうそう、まあ、関係ないけどで、で、来れないという人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、一応3人集まったら結構します。ね、3人集まらなかったらその時点で中止します。3人私以外ですよ、ね、あのスタッフ以外で当たり前じゃないですかスタッフ3人でオフ会やって何が楽しいんですか。ここスタッフがもう3人いましただからみんな言っときますけど、自己紹介とかも全部、社内でやってはいけません。降りて目的地行くまでは一言も喋っちゃいけません。でツイッターで、ツイッターで、釣り革に捕まってくださいって指示が来たら釣り革に捕まってくださいみんな一斉にいきなりいいですか、いいですか、いいですか、ポーズも一文字が指示することありますので、左足を組みなさいとかね、いろいろそういうのやっていこうと思いますねこれすごい楽しいですよ。で、来れない人言っときます。これをユーストで生中継しますはい、今ねすっごい数来てるんですよ。中継しないのか、中継してくれとか。するよ、だから。中継するから、するから。ただ、あの、アストラム、アトムで行くんで。電波が途切れるところがあるんで、そうなんですよ、それはちょっと許してください、はい、ね、で不気味な集団、一般の乗客は引くだろうなってみんなの予想が書いてありますが、多分その通りだと思います。だから一般の人のお手本になる行動をとってください。いいですね、ダラダラしない。どうしますかね本当いいですねみんなね、パーマは禁止ですどうすればいいですか。修学旅行じゃないんだからそれは嘘ですけど、つい生を T シャツ、鼻くそをほじりなさいとかっていう指示は出しませんそれは出しません、ということですね。9月の18日ごとでございます。3人以上で結構します、はい、T シャツを着てきてください。 T シャツがない人はあらかじめあのつい生か一文字の方に、ダイレクトメッセージを送ってください、ハンドタオルかなんか目印になるものをお送りしたいと思いますので、早めにちょっと送っていただきたいと思います。いいですね、9月の18日でございます。 T シャツもまだ売ってますから皆さん買ってください。そうですよ、買ってくださいよ、ね、あ、ちょっとあれだね、ユーストで中継するって言ったらいけないけど、あの見るって、中継を見るっていう人が増えたね、ねえ、ちょっとやだね、集団テロっぽい。テロじゃありません。いやいやいや違います、全然違います、エロです。集団エロいけません、ということで質問があったら皆さんまた送っていただきたいと思います、先生ストレートパーマはありですか、パーマ禁止はやめました、解除します、大丈夫です。なぜかというと私がこんなですからね。そうです、そうです、全然大丈夫でございます、はい、大丈夫です。あとね言っとくよ、アトムの乗車券は各自で買ってください番組は出しませんのでよろしくお願いします。そうです、もちろん、あと何、おやつはどうしますか。おやつは各自持ってきてください。はい、バナナもおやつに入りますそういうことをさせていただきたいと思うので、まあ、みんなで集まってですね、みんなで本当に今度は顔が見えるところで自己紹介をして、またちょっと絆を深めてですね、はい、このついだま広島ラジオを盛り上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。本当にね、で本当に何をするわけじゃないんですよ。みんなが集まってダラダラするだけですけども、そんなゆるいオフ会でございますんで、なんて言えばいいの、あのみんなすごい期待してさ、なんていうの、前の日にさ美容院行ったりしないでね、あの気合い入れずにのんびりと参加していただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。さあこの後はツイッターの輪行く前に書き込みのコーナー行きましょうか。あ、そうですね、書き込みのコーナー行きましょう、はい、今日がまあ雨降ったんでですね、皆さんの洗い流したいものをですねちょっと教えていただきたいと思います。洗い流したいものは一体何でしょうか。かけかけかわいいね、変わってましたね、あなたの洗い流したいものは何でしょうか。あなたの洗い流したいものは何でしょうか。書いてください。さゆみちゃんは何ですか。
洗い流したいのこのもう日焼けですね。いやそう結構ね泳ぎ行ったの。いやイベントで最初焼けましたね。わーもうね、うん、ほんとまたエロっぽいこと言うと悪いんですけどね、好きですよその日焼けと日焼けじゃないところの境目がね。ダメだ一応じゃね、台風が来るとやっぱりね台風のような燃えるんですよ今日ね、台風のせいですかって、テンション高いですねって来てました、はい、これからもう上げ上げでいきますよ、上げ上げで、うん、あなたの洗い流したいものをヘルプママ、ヘルパーママ過去死亡洗い流したい、半身の洗い替えですね過去多いね、人生流すか、悪い性格、軽いところ、カープの借金、あ、流したいね、いいね、よっぽなんか送ろう、よっぽハンドタオル送りますんで、住所と名前お願い、はい、ダイレクトメッセージ、運転免許の違反点数流すな、あ、私行かなきゃいけないわ、年齢、一昨日できたシミ、この汚れた心、小3の時に渡したラブレターの中身、あ、でも小3だったらいいだろう、お尻これ以降お尻お尻ね、もうかお尻洗い流したいよね、まこと DX さん、まこと DX さんなんか送りますので、はい、ダイレクトメッセージください。猛虎飯来ましたね、お腹のだん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 バラってこと、ライト前ヒット、あ、洗い流したいね、最近のよからぬ悪行の数々、うーん、え女性関係、今まで付き合った関係とかですかね。別に男を洗い流さなくていいんじゃない何泌尿器科で頻尿と伝えようとしたら頻尿と間違えられてどう反応しようかと考えていたら軽くスルーされた、長いな、我が家の借金、流れ川で過ごした日々、うまいね、うまいね、わかりますねこれもね、これまでの人生の選択ねえ、いいね、女子に言った下ネタの数右京左文字、お前中学生が何言ってるんだ中学生が下ネタ使うなよお前中学生ならではなんでしょうね、ならではですか、どんな下ネタ言うんですか、書いてきそうだからそれ心に溜まったストレス、老眼度あるね、若気の至り、あーこれもちょっといいね、洗い流したいもの、若気の至り、ありすぎて書けない、使ったお金の領収書、わはは、なんだよなんでわははなうちの網戸チュッタデザインうまいね、うまいね、あれですかね、風通しも良くなるぐらいなんですかね、それ。ハンドタオル送るんでダイレクトメッセージ、住所と名前、チュッタデザインお願いします、はい、滑ったネタね、これも洗い流したい時あるね、おっと夫はこっちね、ソーシャルストリーム調子悪いのかな、あの出てくる速さが違うんですよね、速さが違うんですよね、夫を洗い流したい、それはどういう意味、汚いってことなのかそれともないものにしたいってことなのかな、どっちもかわいそうな話、どっちもかわいそうな話ですね、首と腰の痛みっていうのもね、あ、もうほんと流したいね、あとね、目のね、 目が涙が止まらない、もう花粉症ときてない、みんなでも秋の花粉症もありますからね、花粉症なんですよね、調子、え、何、車の窓の鳥の糞、あ、これ洗い流したいね、洗い流せるしね、泣かせた人々、背中、うわあいいね、これいいね、哀愁漂うね、背中いいね、息子の通知表、あ、美女の背中乗った81496JP ダイレクトメッセージに住所と名前送ってください、ハンドタオル送ります、そうめんね、そうめんもうちょっと食べ飽きたな、もうちょっとで時間にしましょうか、うん、扇風機に溜まったほこりあるね、血管における血液の流れお尻の毛的なやつってどういうことかね、お尻の毛が石鹸についたらなかなか取れないんだよね、あれね、あ、違う、毛がついたらお尻にこすったら取れるんだわ、すぐ、ほんとよさゆみちゃんやって石鹸に毛がついたらお尻でこすったら毛が取れるんだって、なんで、多分お尻のつぶつぶがね、いいんだよね、いいんだよね洗い流したいというよりやり直したい、うまいね、うん、HM まーちゃん乗ったハンドタオルあげましょう、意地悪な上司、明日の私、これ意味深だね、ポエムだね、ギターに手間っ
溜まった手垢。ああ、溜まるの？つい生の電話出演やり直したいらしい。洗い流したいらしい。足の角質。これね、これだけはね、洗ってもね、取れるもんじゃないんでね。わかります。お尻のつぶつぶじゃないだろ、ブツブツだろって言って。いいじゃん、許してよ。いいじゃん、許してよ。一文字ハンドタオル。以上ということでさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。はい、面白いね。面白いですね。当たらない宝くじとかね、流したいね。まあいろいろ流したいものあるんですけど、流れないからいいんでしょうね。まあそうでしょうね。そういう気しますね。さあ、それじゃあ続いてのコーナー行ってみましょう。広げようツイッターのはパート1。今日はね、このツイッターで本当にね、昔のリスナーと出会うことが多いんでありますけども、うん、本当に昔のリスナーとツイッターで出会ってしまってですね、ちょっとこうやって電話で話すのは、うわーごめんなさい、19年ぶりというリスナーに電話をつなげたいと思います。サムライスピリッツっていいかね。はい、サムライスピリッツに電話かけます。神奈川県です。皆さんもよかったらフォローしてあげてください。ビシバシリスナーの方、もし分かってたら昔のあのリングネームもこれから紹介しようと思うんで、もしよかったらちょっとフォローしてやってほしいと思います。サムライスピリッツ、なんか映像関係の仕事をしてるって聞いたんですけど。そうなんですか。ちょっといろいろこうね、今電話かけてます。はい、もしもし。あ、一文字と申します。こんにちは、ご無沙汰してます。どうもどうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあれだね、貫禄あるね、そっちの方が。なんか iPhone 使ってるんですけど、うん、iPhone に電話してくるんじゃなくて自宅の電話に電話してくるって聞いたんですけど。あ、そうなの？今どこに電話した、ね、今 iPhone に電話しちゃった？これ iPhone っすね。いい？このままでも。あ、いいっしょ、いいっしょ、ごめんね。あ、ほんとご無沙汰してます。いい子です。ね、今19年ぶりなの？19っすね。最後は生徒会長対抗クイズ大会だったんで。おお。その時ラジオネームなんだったの？リングネームは。プラモ教師郎です。プラモ教師郎ですよ。覚えてますよ、プラモ教師郎。ありがとうございます。で、今神奈川でしょ？今神奈川ですね。え、なんで神奈川？もともと神奈川だったの？いえ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 、あ、もともとっていうか、もともとまあまあ広島からこっちに来て、ずっとまあ神奈川に住んでますね。うん。で、今は何やってるの？今ね、もうデジタルなんでも屋ですね。デジタルなんでも屋ってどういうことよ？デジタルモザイクを消してくれるとか。何ですかそれ？デジタルなんでも屋になっちゃってるんですけど。映像とかやってるの？映像系、まあ映像系には行ってるんですけど、うん、基本最初 3D から入ったんですよ。3DCG。ちょっと 3D ってアバター？いえいえいえ。いえいえいえ。それはないです。そうじゃなくて。3DCG の実写との合成とか。はぁ。ね、それさ、山田洋次監督の組とやってたんですけど。ちょっと待ってよ。山田洋次監督って？山田洋次監督の組の方々と一緒にお仕事させていただいたりとかして。すっげえ、プラモ教師郎お前。いや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 、ちょっと俺らの映像も作ってよ、なんか。ぜひ言っていただければ。ちょっとアバターみたいですね。じゃあ待って、じゃあそういうクライアントというか、そういう仕事の発注を受けて、サムライスピリッツがそういうの作って納品してみたいな感じなんだ。最近になってやっとフリーランスっぽくなってきたっていうところで。フリーなんだ、会社とかじゃなくって。そうですね。うわー、今独身？まだまだ独身なんですよ。おー、でやっぱ不規則な生活、そういうの。え、なんすか？ 不規則な生活。いや、そうでもないです。あ、そうでもないの、まあ、はい。そうなんだ。で、自宅でパソコンで作ったりって感じ？え、なんすか？自宅でパソコンで作るって感じ？ああ、こっちの方が多いですね。はあ、すごいじゃん。ちょっと会いたいね。いや、あ、いやいや、ダメですよ。ダメですよ。なんで？パーティーなんて。え？いつもの散歩は会えないですね。なんで？いや、なんでって言われても、自分これ、あの、言ってもいいのかな。
パーソナリティできる。あ、そうかそうか、分かった分かった。じゃあみんなにちょっとなんか会いづらいなっていうところ。分かった分かった。じゃあさ、はい、あのさ、なんかさ、どうやってツイッターで出会ったの？どうやってツイッター？俺のこと見つけたの？あ、そうなんですよね。うん、おに今ニコ生にちょっとハマってまして、ハマ、うん、まあ軽く、うん、ちょっと調査してたっていう感じが一番ベストな答えなんですけど、うん、でなんかビシバシみたいなことできねえかなってちょっと思ってたんですよ、うん、でもやっぱりビシバシの曲とか使うのはまずいかなとかって思って調べたりしてたんですね、うん、でそしたら一文字さんのブログがあの周遊さんのところのブログがあったんで、うん、まあ、ダメ元でちょっとメッセージ書いてみようと、書いたのがまあきっかけですね。そうなのよ、春遊の編集長からこういうプラモ教師郎という人から感想が来てますって俺のところに転送してくれて、でねツイッターやってるからこっちでやろうよって言って今こうなってる。へー、すごい嬉しいね。ちょっとが、またこれからも連絡取り合いながらなんか一緒にできたらやっていこうよ。ぜひね、あの神奈川のバンドとかもぜひ紹介してくださいよ。ああ、了解ですね。あとこの番組あの今116人なんで、君の力で200人ぐらいにちょっとしていただければ。お願いします。ぜひぜひ。了解です。お願いします。いい、うん、了解させておきます。お願いします。はい、ありがとうね。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。失礼します。いやいやいや、あの皆さんもこうやってですね、あのビシバシつながりの方がいらっしゃったら遠慮なくですね、ビシバシリスナーというのを書いてですね、はい、教えていただければ非常にありがたいと思います。今結構この間にもいらっしゃいましたね。ね、ビシバシこんなイベントしましたよねとか。あったね、平和公園で集合して NTT の建物でイベントがあった。あった、あの頃だって伝言ダイヤル使ってたもんね。そうだ、もう時代が違いすぎるよね。だって伝言ダイヤルでどうしろっちゅうねって話よね。いろんなことがありましたけど、でも本当にこうやってみんなと再会できるのはとても嬉しいし、またこうやってコミュニケーションできるのはとても今はね、今はすごいなと思ってるんで、またちょっとこのプラモ教師郎じゃないわ、だってサムライスピリッツか、なんか映像関係の仕事してるっていうんで、もしみんななんか見るチャンスがあったらまた彼から聞いとくんでですね、見てやっていただきたいと思います。こんな風にみんながやってる仕事もなんかここでこうやってつながっていければなと思ってますんで、よろしく。じゃあ一曲聴いてください。タコイで国境を越えて、分かりきった言葉を並べて、自らの犯した過ちをぼかして、誰よりも君のことだけ愛してるよ、また心にもないことを言った。いい加減なのは生まれつきの話で、軌道修正なんて今さら言わないで、大して芸もない唯一歌うことが好きで、これからも僕はそうしてゆくだろう。国境を小さい僕が出てきました。やらなきゃいけないことばかり多すぎて、何のことだってまた忘れたふりして、めんどくさい人間関係忘れて、僕は青い海を見に行った。できればどこか遠くへ行きたいけど、現実が僕の目の前を通り過ぎる。財布に金はない、それでも麻雀が好きで、リーチ一発三色ラドラドラ。国境を越えて行こう、こんな小さな街でくすぶってる暇はない、でも時々雪積もるこの街が好きで、結局僕は戻ってくるんだろう。
加減なのは生まれつきの話で、軌道修正なんて今さら言わないで、大した芸もない唯一歌うことが好きで、これからも僕はそうしていくだろう。国境を越えて行こう、自分の眠ってる力を呼び起こして暴れろ、でも他人に迷惑をかけないように、またまた小さい僕が出てきました。国境を越えて行こう、こんな小さな街でくすぶってる暇はない、でも時々受け積もるこの街が好きで、結局僕は戻ってくるんだろう。国境を越えて行こう、自分の眠ってる力を呼び起こして暴れろ、でも他人に迷惑をかけないように、またまた小さい僕が出てきました。国境を越えて行こう、こんな小さな街でくすぶってる暇はない、でも時々受け積もるこの街が好きで、結局僕は戻ってくるんだろう。リムジンに乗って戻ってくるだろう、大きな家を建ててしまうんだろう、そしてこの街へ戻ってくるだろう。いいですね、かこいさんの国境を越えてね、いい曲でございますけども、はい、9月11日に広島ミュージックジャンボリーがいよいよ開幕でございまして、いろんなところでやるんだよね、ミュージックジャンボリーはね。9月の11日の会場は原爆ドーム前と広島駅南口の LL の地下広場でございまして、スケジュール等々はミュージックジャンボリーのホームページを見てちょっと確認していただきたいと思いますが、カープの応援歌を歌っている秀樹と五一はですね、9月19日の日曜日に上登町の広島女学院で開かれるリレーフォーライフのステージに出演します。この間ね、街中でこれなんかチラシかハガキか配ってる人に出会いましたよ、はい、頑張ってほしいと思います。あのがん患者とその家族を支援するイベントなので、こっちの方も皆さん応援してください。それからブラインドマンのリライズライブツアーが10月10日の並木ジャンクションで行われます。広島だけの会場限定グッズも作ってるの？そうなし。でもブラインドマンさんに言っとくけどさ、ついなまって書いても売れないと思うんですけどね。まあそれで広げていただく、ね、ということで、ブラインドマンさんのホームページも皆さんちょっと書いていただきたいと思います、はい、見ていただきたいと思います。お願いします。それからなんだったっけ、ガンス娘さんが、はい、なんだったっけ、バリシャキナウに出るんですよね。そうです。9月13日の RCC ラジオの道森博士のバリシャキナウにゲストで登場、2時半からでございます、ね、9月の13日よかったらチェックしてやってください。はい、頑張ってください。他に何かあったっけですね、はい、でいよいよこの番組もですね、佳境に入ってまいりまして、佳境分かんない何が言いたいのか、新コーナーを考えて、10月からはちょっと一新してね、うん、番組も新たにお送りする予定となっておりますんで、ちょっと皆さんも新コーナーでこういうのをやったらいいんじゃないとかいうのがあったら、はい、あのね、ちょっとハード的なことが分からないんで、みんなのなんか中継をつないだりとかね、みんなの iPhone で撮ったやつをつないだりとか、あ、送ってもらったものが見れる、見れるとかね、みんなで見れる、そうそうそう、なんかそういうのやってみたいと思うんですけど、どう？ねえ、あとさ、婚活とかもやりたいよね、いよいよね、やりたいですね。あんまダメなのかな、出会い系みたいになると。でもあの、なんていうんです、このほら、例えば、こうみんなで今回集まるじゃないですか、うん、ああいう感じのちっちゃい版で、でやりたい ね、 あのね、どこどこに行って何々をしなさいっていう指示がありながらやるっていうのもいいんじゃないですか。いいよね、であとあれだよね、ライブも本当やりたいよね、ライブとかね、そういうのもやっていきたいと思いますので、ちょっと新コーナーも考えてですね、はい、まあもうちょっとありますけど、9月の末か10月から新コーナーで、クイズ大会も考えてますんで
お前それどこが死んだよって言われそうだね。そういうのもいろいろ考えてやっていこうと思うんで、みんなもちょっと意見等々ありましたらですね、あの何ですか、いろんなメッセージを書き込んでいただければと思います。ツイッターの輪にも出てもいいよという方がいらっしゃったら、ぜひ一文字の方に送ってください。はい、お願いします。そうそう、あの家具の人にもちょっとつながないといけないね、うん、忘れたわ。またちょっと連絡しますんでよろしくお願いします。はい、というわけでもうお帰りの時間が近づいてまいりまして、うん、台風がちょっとあんまり大したことなくてよかったね。ねえ、そうですね。いろいろみんなちょっと励まし合ってつながっていきましょう。うん、はい、さあ、じゃあ最後のコーナーです。今日のギャラを発表させていただきます。スクラッチのコーナーです。じゃか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 じゃん。拍手するようなもんじゃないですけどね。ねえ、どうなるんでしょうか。今日はあるかな。そろそろ30万当たっていいよね。まあ、桁が上がってほしいですよね。500円からね。うん、さあどうでしょうか。しかも今日12時過ぎましたね、今ね。お疲れ様でした。早っ早っ。まあ、一応見せる。一応見せますか。全然揃わないわ。これスクラッチ当たってる人いるの。いるよね。俺らまあ500円当たったもんね。1万円当たったことあります。え、スクラッチで。はい、しかも3枚買って。うん、私今月買いに行きましょうかね。誕生日マンスって当たるんですよね。え、そうなの。誕生日好きって。あ、そうなの。うん、それもでも思ってるだけじゃない、みんなが。あ、なんか結構こう誕生日前後は物が当たりやすいよってあのなんとか先生が言ってました。この前100円当たったよとかね。やっぱ当たる人は当たるんだね。これあれだね、みんなさ、今度さ、みんなスクラッチ買うのよ、100人ぐらいが。で、エンディングにやらずに、みんな一斉にやらない？スクラッチを。で、いくら当たったか賭けにしない。それおもろいよね。やりたいですね、それ。だってそれいいわ。30万当たる人が100人いたらさ、うん、出るかもしれないじゃない、うん、で当たってどうすんだって話ありますけど、分けてとはね。ね、当たったとこちょっと見てみたいよね。見てみたいです。うん、でそれを写真に撮って載せてほしいですね。そうね。うん、ちょっとそういうのも考えたいと思います。あ、それおもろいって感じ。はい、うん、ちょっとじゃあみんなさ、よかったらさ、買える人さ、それ100円200円200円ですかね。まあスクラッチ買っといてよ、みんな。じゃ あ、うん、あ、言っとくよ、自分で買ってね。どんなんでもいいんですか。いいよね、どんなんでも。とりあえず、ね、どんなんで来週どっかの時間みんなで一緒にスクラッチやろうよ。よし。で何人が当たるかをちょっと考えたいと思いますんで、うん、どんなスクラッチでも結構なんで、来週ちょっと買っといていただきたいと思います。 iPhone でスクラッチ削り中継とかいいね。うん、来週やろうよ。おう、やろうやろう。じゃあ、来週みんな決定決定スクラッチ買って集合でございますので、よろしくお願いします。それじゃあお別れの時間でございます。今日も遅くまで付き合ってくれて111人のみんな、ありがとうございました。お相手は一文字弥太郎と北村さゆみでした。それじゃあまた来週です。ついつい生出し広島ラジオ。この番組はユーストリームをプラットフォームに広島市中区から世界へツイッと配信しました。